各社ご準備よろしいでしょうか。それでは松坂大輔投手入団会見を始めます。会見に先立ちまして、取締役会長王貞治よりご挨拶申し上げます。松坂投手の入団会見、このように多くの皆さんに集まっていただいて本当にありがとうございます。と同時に、さすが松坂君の入団会見だなと、それだけ関心が高いんだということを感じて、いろいろな競争があった中入団してもらってよかったなと、そのように思っています。松坂君に関してはもう皆さんの方がよくご存じかもしれんけど、逆に言うと松坂君のプレーブルを知らない記者の人もいるかもしれないね、日本での。だからまあそういった意味で、これからいろいろと質問も等も出ると思いますが、私はもう甲子園での人の欄からとにかく入団して即大活躍してっていう、そういううちの松永選手とのね、1試合3本のホームランとかそういうのもですごい、まあ、野球史に上るようなね、戦績を残して、またアメリカでも活躍してくれた松坂君ですから、今年のホークス連覇を狙っていきます。その連覇を狙うホークスの投手陣の中心としてですね、必ずや頑張ってもらえると確信しておりますので、とにかくプレッシャーあると思いますが頑張ってほしいと、そういうふうに思います。私の挨拶は以上で終わります。ありがとうございました。それでは松坂大輔投手よりご挨拶申し上げます。この度、ソフトバンクホークス、入団することになりました、松坂です。よろしくお願いします。会見は代表質問の形で進め、その後個別にご質問を受けします。それでは代表質問をよろしくお願いいたします。はい、RKB 田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。松坂投手、9年ぶりの日本球界復帰となりました。まず今のお気持ちから聞かせてください。はい、そうですね、ソフトバンクさんの方に連絡をさせて、いただいた時から本当に自分が日本に戻るという実感が全然湧かなかったんですけど、今日こうして、正式に、決まったことによって、やっと、戻るんだと、そういう実感が、出てきましたね。期待と不安、そういった面に関してはいかがでしょうか。そうですね、もちろん両方あります。皆さんから、期待されていることも、十分感じていますし、それに対して自分は答えなければいけない、答える、自信もあるので、日本に戻るという決断もしました。まあ、不安ありますけど、それは自分がプレーしていく中で打ち消していけたらいいなと思ってます。改めていくつか選択肢があった中で日本を選んだ理由、そしてさらに日本の中でも選択肢があった中でホークスに決めた理由、聞かせてください。そうですね、まあ、いろいろな選択肢はありましたけど、最初から、僕に対しての獲得したいという、信念というか、そういうものが全く、ブレがなかった、
して話していく中で、本当にあの世界一のチームを目指しているんだなと強く感じました。そこに僕はすぐ魅力を感じて、僕もその中で一つのピースになることができたらいいなと、まあ、思ったのが理由ですね、はい、そんな中で福岡ソフトバンクホークスの印象というのはどんなものだったんでしょう。もうとにかく、安定した強さを誇るチーム、日本でプレーしていた時も一番、大変な厄介な、打線でしたけど、投げるのが一番楽しみなチームでもありました。まさか、福岡に来るとは思っていなかったですけど、昔から強いチームという、そのイメージは変わらないですね、はい、バランスの取れたいいチームだと思います。来シーズンからは工藤監督が指揮を取られます。工藤監督とはお話は何かされましたか。決まってから話したいということは聞いているんですけど、まだ直接は話していないですけど、僕の方も聞きたいことたくさんあるので、お会いできるのを楽しみにしています。工藤監督の印象は松坂投手の中ではどんな印象でしょうか。僕はそうですね、プレーをしている時の印象しかないんですけど、長く一線級でやられた方なので、それに関して、聞きたいことたくさんありますし、僕がこれから、もう少しこう長くやっていく中で、ためになる話を聞かせてもらえると思うので、そうですね、答えになってないですね。どんな人、というか頭のいい方ですかね、はい。アメリカでは日本のプロ野球の情報というのはどの程度把握されていたんでしょうか。ほとんど映像で見ることは、ないので、ネットニュースで、知る程度です。なので、僕がいた時からいた時に対戦したり一緒にプレーしたり、してる選手はいますけど、ほとんど情報が、ないに等しいので、その辺は、チームの関係者の方に、映像をもらえるように、はい、お願いしてあります。そうしますと、日本で対戦したいバッター、あるいは投げ合いたいピッチャーという名前が上がるかどうか分かりませんが、いかがでしょうか。そうですね、名前が出てくることはありますけど、実際にプレーしているところほとんど見ていないので、今で強いて言えば、大谷君のボールなんかは、はい、実際見てみたいなと思いますし、彼は、バッターとしても優秀なので、はい、対戦することも、はい、一つの楽しみにしたいなと思います。ファンの皆さんは9年前よりも進化した松坂投手期待されていますが、はい、メジャーで学んだことも含めてそのあたりに関してはいかがでしょう。昔よりも速いボールを投げるのは、難しいんですけども、まだまだファンの、皆さんに、自分のピッチングを、見ることができてよかったなと、思ってもらえるような、ものは、出せると思っているので、シーズンを楽しみにしておいてもらいたいですね。メジャーでは先発もリリーフもいろいろ経験はされてきましたが、はい、来シーズンホークスでは松坂投手の中ではどのように考えていらっしゃいますか。
いや、まあ、先輩はやりたいと思ってますけど、まあ、工藤さんとも話をしていないので、はい、まあ、先発をやるつもりでしっかり準備したいと思います。来シーズンの目標として今思っていることを聞かせてください。そうですね、やはりチームの目標である、連覇、まあ、その力に、はい、なれるように、はい、自分のことも一生懸命やっていきたいと思います。具体的な数字あるいはこだわるタイトルなどありましたら聞かせてください。まあ、1年間しっかりと自分出せるものを、出すことができればそういうものがついてくると思います、個人的には。はい、まあ、とにかく1年間、しっかり働けるように、はい、まあ、そうすればおのずと結果がついてくると思ってます。新しい背番号に関してはいかがでしょう。まあ、ちょうど、まあ、渚がいなくなって、空いた18番を、まあ、受け継ぐことができたんですけど、渚の方にも、連絡をしてですね、まあ、つけさせてもらうよという話をしたところ、渚からは他の人じゃなくて大好きでよかったよっていう言ってもらえたので、大事に使わせてもらうと、はい、そう伝えました。はい、やはり18番というのに松坂さんはやはりこだわりがあるということでしょうか。はい、他の番号をつけてプレイしてきましたけど、やっぱり、18番には、はい、強くこだわっています。では最後に日本のプロ野球ファン、そしてホークスファンへメッセージをお願いいたします。まあ、たくさんの期待を、していただいていると思うので、それにしっかり応えます。シーズンを、楽しみにしておいてください。ありがとうございました。代表質問は以上です。個別の質問をお受けいたします。ご質問がある方は手を挙げていただいて、マイクをお取りになってご質問ください。個別ご質問ありますでしょうか。テレキューの結城と言います。よろしくお願いします。はい、先ほど先発をやるつもりでしっかり準備したいというお話ありましたけども、その先発へのこだわりについて教えていただけますか。まあ、本当に小さい時から、ずっと先発やってきましたし、まあ、メッツに行って、中継ぎを、やらされることもありましたけど、まあ、難しさは、感じましたけど、そこに、やりがいを僕はまだ、感じることが、できなかった。やはり僕は、まだまだ先発がやりたい、先発できるという、気持ちが、ある間はずっと先発に、こだわってやっていきたいと思ってます。ありがとうございました。松坂さん、お久しぶりでございます。日本テレビ、ラルフでございます。元気な姿、また日本で見ることができて非常に嬉しく思っております。久々の日本語でのこう会見、英語じゃないのはどうですか。いや、英語で会見したこともないですけど、はい、おかえりなさい。ご本人の口からも今期待と不安という話もありましたが、ファンからももしかすると同じような思いがあるかもしれません。まずは率直に手術をした肘の状態、今は何パーセントと言えるんでしょうか。
具体的な数字を上げるのは難しいですけど、手術を受けて3年が、経ちました。僕の中では年々、状態が良くなってます。今年が一番、手応えを感じていました。自分の体に対しても、そういう意味では、投げることに関しては、不安なくやっていけると思います。日本に戻ってくる際にいろんな葛藤があったと思います。その日本のファンとするならば、もうこれまでの活躍はもう今話す必要はないんですが、一方で手術をしてから苦しんだというシーンも見てきています。松坂投手、本当に大丈夫なのかというその声に対してはどう答えますか？そう、思われているのは今のここ数年の、僕を見てもらえれば当然のことだと、はい、思っています。2015年のシーズンが終わる頃には、その心配をいらなかったなと、思ってもらえるように、はい、やりたいと思いますし、できると思っています。期待しています。ありがとうございました。他ございますか？TNC テレビ西日本の松尾と申します。先ほどお話の中で工藤監督にたくさん聞きたいことがあるというふうにお伺いしましたけれども、具体的にどういった内容でしょうか？お願いします。そうですね、やっぱり僕はまだまだ長く現役を続けたいので、もうただ単純にその部分でですかね、苦労されたこと、工藤さんが経験されてきたことを直接、話をして聞いてみたいなと、はい、思ってます。右と左の違いはありますけど、技術的にもまだまだ学べることはたくさんあると思うので、はい、キャンプ中にたくさん話をさせてもらいたいなと思っています。他ありますでしょうか？NHK の長吉と言います。よろしくお願いいたします。大リーグで8年間プレーされて、その中で得られたものというのは松坂選手にとってどういったものだったのかというのと、もう一点、日本で、プレーされるにあたって、どういったものをこう自分として追い求めていきたいか、この2点お伺いしますでしょうか？得られたもの、何でしょう。この場で簡単に説明できるような、ものでは、ないと思います。いいものも、辛いことも経験してきましたけど、一つ言えることは、日本にいれば、経験できなかったことをアメリカでは経験させてもらったと、それとも、言えますね。日本では、何でしょう。なかなか出てこないですね。保留で。わかりました。はい、もしこの、大リーグでこう学んだことというか得られたもの、もし具体的にこうおっしゃれる部分がありましたら。いや、多分話すと中途半端になっちゃうので。そうです。
はい、しっかり話せる、時が来れば、はい、その時にしっかり話したいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他にご質問ありますか？大会長に質問お願いします。松坂投手から今年々状態が良くなってきて今年が一番手応えがあったというふうなお話だったんですけど、大会長、映像などでご覧になった限りですね、今年の松坂投手の状態というのはどのように感じていらっしゃいますでしょうか？まあ投げてる姿からもそういう不安というのは感じてませんと同時に手術をすると丸ごろ2年ぐらいはね何かかるけれど、むしろ強くなるということを聞いてます。で、実際にホークスにもそういう投手がいますので、まあ、そういった意味では全然不安は感じていません。まあ、本人の今口からも出ましたから、もうそういった面ではもうそういうことを抜きにもうとにかく全力で投げてくれるとそのように思ってます。ありがとうございました。他にご質問ありますか？テレビ西日本の内藤と申します。日本のファンは松坂投手の剛速球とスライダーで三振を取るという意味でやっぱ根強く残っていると思うんですけど、まあ、メジャーでの経験を得てそのピッチングスタイルというのは、まあ、変わらないでいるのか、それともまた日本に戻ってきてそのスタイルが新たなものになっているのかというところを聞かせてください。そうですね、まあ、若い時とは一緒ではないと思っています。最初の日本での8年間とは違う形に、まあ、なると、思ってますね。まあ、最初には日本の、バッターに対しての情報が、今まだあまりない、状態なので、まあ、いただいたその映像を見る中で、いろいろ考えていくでしょうし、その中でガラリと変わっていくのか、まあ、今のそのベースとなるものは変わらないのか、まあ、もう少し時間をかけて、はい、考えていきたいと思います。他にご質問あればお受けします。よろしいでしょうか？それでは写真撮影に移りたいと思います。準備いたしますので少々お待ちくださいませ。切ればと思います。
ありがとうございました。